はい、こんにちは、TA です。今日はふるさと納税についてお話ししていきます。まあ、ふるさと納税で、ね、2015年から税金の控除額が2倍になったんですね。まあ、つまりラッキー、2倍ラッキーになったということなんで、それについて解説加えていきたいと思います。じゃあね、ちょっと記事読んでいきたいと思います。あ、ね、2014年、実験的にふるさと納税をやってみたので、所得税の還付と住民税の減額を受けるために確定申告をしましたと。そうなんですね。2014年、ふるさと納税一遍やってみたかったんで、ちょっとやってみたんですね。私がやったのは確か5000円の寄付で、なんかお茶がもらえるかなんかやったんですね。まあ、5000円の寄付、ふるさと納税をやったので、そこから2000円を引いた3000円がキャッシュバックされるんですね。で、キャッシュバックされるっていうのは、確定申告しないとキャッシュバックされないんですけどね。で、2000円の負担で結局、まあ、お茶をもらったんですけども、まあ、どうなんですかね。多分、5000円ぐらいの寄付だったら、やらない方がマシだったんじゃないのかなと思いますね。手間とか暇とか時間とかですか。あと実際に来た商品のものと、商品は2000円、多分2000円ぐらいのものだったんじゃないのかなと思うんでね。多分まあ実質的に損してるような気がするんですけど、まあ実験的だ、やってみただけだったんでね。まあまあいい経験になったという話ですね。まあ確定申告したのはそれだけじゃなくて、2014年ね、株式取引。まあ、ほとんど初めてやった株式取引なんで、まあまあ利益出たんですけど、その時ですね、イベント投資やって株で利益出た分の大半をですね、先物で失ってしまったので、その先物の損失を繰り越すためにですね、確定申告したんですね。まあ、確定申告っていうのは結構、手順は単純なんですけどね、すごいめんどくさいんですね。まだ必要書類を集めていきますと。私はまあダイヤモンド財の2015年の3月版を見ながら、国税庁のページでまあ政治を打ち込んでいって作りましたね。あとは郵送で税務署に送ったら OK というわけですね。はっきり言って面倒なんですけどね。面倒なんですけど、まあやれば必ずとは言えませんけど、まあお得な制度なんでね、ぜひやりましょうという話ですね。それで、今からふるさと納税についてお話ししていきます。まあ、ふるさと納税っていうのはですね、まあ、あなたはご存知ないかな、多分知ってるでしょうかね。まあ、トレーダーの方だったら多分あんまり興味ないかなと思うんですね。まあ、実際もらえるのが物品とか、まあ、食べ物とかサービスとかなんで、まあ、直接ね、お金ではないんでね、電子的なものではないんで、興味ある方は少ないかもしれませんね。ただ、制度としては結構面白いんでね、その辺の、まず基本的なことから、まずですね、ふるさと納税というのは寄付なんですね。で、それでいくらか寄付をしますと。まあ、例えば1万円のふるさと納税したとしましょうか。すると2000円項を引かれて、8000円が返ってきます。1万円から2000円を引いた8000円が返ってきます。これは確定申告をしないと、まあ、返ってこないんですけど、返ってきます。何らかの形で8000円が返ってきます。これだけ見るとですね、まあ、2000円だけ損したというように思えるんですけど、まあ、ふるさと納税のいいところはここからなんですね。1万円を寄付するとですね、まあ、例えばお米とかですね、いちごとか、牛肉とかそういうのをもらえるんですね。つまり2000円損したと思ったんですけど、実際はなんか米とかね、いちごとかそういったリンゴとかそういったものがもらえるので、まあ、トータルで見ると得だなというお話ですね。まあ、じゃあ、1万円ではなくてね、100万円ぐらい、ふるさと納税したらどうなるのかということなんですが、実はその条件があるんですね。ふるさと納税で税金の控除される条件っていうのがね。それの超えない限りは大丈夫だってことですね。まあもう一度お話し しますと、まあ5万円のふるさと納税をしたとしましょうか。で、2000を引くと4万8000円が確定申告をすると返ってきます。確定申告をすると返ってくるんですね。一応4万8000円返ってくるって話なんですけど、これ現金で返ってくるわけではなくて、一部は、振り込まれて、まあ、もう一部はまあ住民税の減額という形で返ってきますね。だから現金そのままで入ってくるわけではないってことに注意ですね。まあ、4万8000円返ってきます。まあ、これだけ見るとですね、5万円払って4万8000円返ってくるってことで2000円の損なんですけど、5万円のふるさと納税をすることによって、まあ、米とか、カニとか、金目とか、まあ、そういった食べ物とかですね、まあ、ひどいところでは T ポイントとかですね、イオンのお買い物券とか、そういったものが手に入るんでね、2000円の損だと思ったんですが、実は米とか牛肉とかいちごとかリンゴとかというものが手に入るってことですね。まあ、ここら辺まで来ると結構お得ですよね。かなりお得だと思います。そういうわけでふるさと納税というのが流行ったわけですね。2015年法改正、まあ、閣議決定なんですけどね、閣議決定されました。それによって税金の控除される額が2倍になったんですね。まあ、とってもラッキーですよね。まあ、じゃあとりあえず
ふるさと納税について見ていきましょうかね、もう少し。このページがですね、ふるさと納税で検索して一番最初に出てくるページですね。で、ここに書いてありますね。ふるさと納税何でもランキング。2015年1月のページビュー数ランキングで、1号ありますよね、これ。1号。で、2位は何ですかね、これ。うちわとかサザエの入った、なんか、魚の詰め合わせなんですかね。で、3位が飯山市の、なんかディスプレイとかですか。それがもらえるんですね。じゃあ、この佐賀の1号見てみましょうかね。佐賀県の東松浦郡玄海町って書いてありますね。はい、来ましたね。5000円以上の寄付でもらえると。ここに書いてある5000円以上寄付すると、まあ、こういったものがもらえるんですね。いちご、佐賀ほのかとかね。生塩ウニとかね。なんじゃこりゃ。玄海町産黒毛和牛ですか。まあ、和牛ですね。まあ、私あんま好きじゃないんですけどね。で、まあ、野菜ももらえます。みかんももらえますと。はい、ハンバーグ?ハンバーグももらえますというわけですかね。ああ、まだまだありますね。いちご羊羹、いちごジャム、アリブラ饅頭。レンコ。レンコの干物ですか。で、この終わった、うえ。で、あれ、うわ、ナマコか。ナマコ。ナマコってそのね、新鮮なやつは結構超内臓っていうんですかね。すごい綺麗なんですよね。まあ、しばらくほっとくと、ここら辺、すんごい汚れてくるんですけどね、腸は。まあ、でもあれは、どうなんですかね。うまいんですかね。よくわかんないですね。で、シューマイに、カレーに、サザエに、マダイ。お、綺麗なマダイですね。これは何でしょうかね。養殖なんでしょうかね、天然物なんでしょうかね。まあそれは書いてないですかね。米もありますね。おう。で、マダイの昆布締めとか、豚の角煮、もう全然関係なくなってきますね、ここら辺だと。こういったものがもらえますと。どうですかね、欲しくなりましたか。まあ私はこれ見ると何も欲しいと思わないんですけど。まあこういう風にしてふるさと納税をすると、まあ2000円の負担、実質2000円の負担でいろんなものがもらえますと。ではですね。一体自分はいくらまで税金控除してもらえるのかというようなことなんですけど、これはですね、雑誌とか見ると書いてありますね。まあ私の買ったダイヤモンド財、2015年3月号には書いてありましたし、まあ他の雑誌でもマネー系雑誌には書いてあります。でまあね、そう雑誌とか買いたくないと、ね、ゴミ増えるか買いたくないっていう方はですね、こういうところから見てもいいですね。さっきの、ふるさと納税のポータルサイトです。ふるさとチョイス。のページに、書いてありますね。私は大体いくらできるのかってね。ここに、控除額の計算シートダウンロードって書いてあるので、これをダウンロードするとできます。が、ダウンロードしたくないと。Excel 触るの嫌だと。立ち上げるの重いから嫌だと。数字見たくないという方ですね。ここをクリック、少しスクロールしていきますと、まあ、こんな風な表が書いてあるんですね。これは2014年版なんで、2015年の改正後の控除額の目安はこちらで書いてあるんで、ここをクリックいたします。すると、こんな風なものが出てきますね。で、ここで当てはまるものを選んでいきますね。これは、夫婦と子供の給与収入の場合と、給与収入の場合書いてますね。夫婦のみの給与収入の場合と。で、単身者の給与収入の場合。いろいろ書いてありますね。これを見ると、どこが一番得なのかと言いますと、ここですかね。この単身者の給与収入の場合という場合が一番寄付できる金額が大きくなるんですね。どこら辺かな。この300万円ライン見ます。寄付金額の目安っていうのが2万8000円で出てますね。まあこれだけ2万8000円の、ふるさと納税の、ふるさと納税することができると。確定申告すると、2000円を引いた2万6000円返ってくる。確定申告をしないといけないんですね。まあ、500万円だったら6万2000円ですね。で、まあ、素晴らしい。1000万超えてますという方は、17万8000円と。2000万超えてますということは、54万8000円のふるさと納税できるんですね。54万8000円ってのはなかなかすごいですけど、まあ、こういったもんですね。ふるさと納税っていう制度はですね。まあ、もう一度まとめましょうかね。まあ、ふるさと納税できる、そういった上限、税金控除される上限が決まっているんですね。それはまあ、こんな風な表にまとまっています。PDF 見るの嫌だっていう方はですね、まあ、雑誌買っていただいて、雑誌買うのが嫌だという方はですね、PDF 買って、この PDF を見てですね、まあ、そんなの嫌だ。Excel で計算するという方はですね、ここの、ふるさと納税チョイスですか、ふるさとチョイスというページにですね、まあ、計算シートがあるんで、ダウンロードして自分で計算するといいと思いますね。確か大体目安としては住民税の大体 10% ですね。2015年からは2倍になるので、住民税の 20% ぐらいが目安になるんですね。税金控除される上限ですね。
まあ、例えば、まあ、5万円だとしますと、5万円か2000円をして4万8000円分のが、確定申告すると返ってきますと。キャッシュバックされるというイメージですね。確定申告するとキャッシュバックされるというイメージです。で、残り2000円。で、2000円の負担なんに、で、2000円の負担になるんですけども、4万8000円のふるさと納税することによって、まあ、いろいろなものがもらえると。先ほど見ましたように、イチゴとかね、豚の角煮とか、マダイの昆布締めとか、いろいろありましたよね。ああいうのがもらえますと。そういうわけですね。だから、ラッキー得したっていう話なんです。まあ、そういうわけにはいかなさそうなんですね。今、確定申告必要って言いましたけど、2015年の4月からですね、確定申告が不要になるんですね。4月から不要になるんですね。ですから、今、もし、ふるさと納税したという方がいたんだったら、キャッシュバック受けるためには、確定申告が必要です。まあ、そういったことを、まあ、次の動画でお話ししたいと思います。以上、TAでした。